こっちこっち、やっと来たね。あれ、なんかちっこいのを拾ったって聞いたけど、どこ？わからない。お、温根から出てきた。いい匂い。北楽野原の時も今みたいにこうビュって出たってこと？はい、あの時残像と戦っている最中に彫像から感じた強い力の揺らぎ、対峙した2つの力が衝突し、激しい振動の後負けた一方が消えてゆく、そんな風に感じました。ですが紀炎将軍と漂白者さんと合流し、ようやく分かりました。漂白者さんの体から姿を現したこの子が溢れる名式の力を防いだ、いえ飲み込んでしまったのです。その後体が心配だったこともあり、私たちは漂白者さんを連れてすぐに研究院へ向かい、白紙を訪ねました。検査の結果分かったのは、この子こそが漂白者さんの体内にある空間、あるいは生物だったということ。ですがこの子の周波数は残像を構成する残響と近く、どちらかというとデータドックに変えられた音階と似ています。でもその宿主はデバイスではなく漂白者さんです。漂白者さんから離れることができない、一人で行動することができない。つまりこの子は漂白者さん専用音階と考えられます。略氏が出した結論はここまでです。周波数エナジーを吸収したのはあなた自身なのか、それともこの子なのか、それとも両者の力が合わさった結果なのか。それに対して略氏はこのように解析しています。漂白者さんの体内に無感謝と同源、かつそれ以上に強い力が存在していることが分かりました。おそらく北楽野原で倒したあの残像の力です。この子が吸収したはずの力がなぜか漂白者さんの中にあり、混ざり合っている。つまりこの子と漂白者さんは恩返と宿主の関係だけでなく共存の関係にあります。そうですね、漂白者さんとこの子は別の存在なのですが、もう一方の影響を受けることがあります。体力や体調に左右されたり、相手と近い、もしくは同様の感性を持つといった具合にです。つまり片方が強くなるともう一方はそれ相応に強くなる、でも片方が傷ついたらもう一方がその痛みを感じる可能性もあります。幸いこの子は単独で活動できません。攻撃を受けることはまずないでしょう。万が一誰かに狙われても漂白者さんの体に入って身を隠すこともできます。こんなものだったかな。略氏、召集に現れたソノラに言ってしまって、本当は彼女の口から直接お話しするべきだったのですが、私が代わりに説明させていただきました。待て待て待て、情報量多すぎ。つまりこのちっこいのが一緒に名式を倒したってこと？本当かな。こんなちっこいののどこにあんなデカブツと戦える力が。我実はすごいんだぞ。いや違った、我はすごいんだぞ。検査をやったあの冷たい女もびっくりしてたな。我は波の恩返じゃない、蝶が何個もつくとんでもないレアモンだって。確かに少し大げさかもしれませんね。でも略氏が驚いていたのは事実です。交流以外の国では
もっと知能が高い恩外も存在していて、人々の生活に関わっていると聞いたことがあります。しかしそれは希少な事例で、私そして生態の研究者である白氏でさえ見たことがありません。もしこの子がその恩外の一種なら、きっと白氏も驚く大発見ということなのでしょう。ってことは、こいつのことが分かれば同じような恩返をもっと見つけられるかも。紀元将軍と白氏が言ってることなら間違いないしね。それになんてったってあんたのことだしな。伝説と同じように体に残響を取り込んじゃうんだもん。こいつと出会ってビューッと体に吸い込めるようになったって、そうおかしくないよ。それでお前、どこで漂白者に吸収されたかは覚えてるか？ふい、そんなの知ったこっちゃ。いや、そんなのこいつに聞けばいいじゃん。そうそう、吸収されたのは明らかに記憶喪失の前に起きたことだし。でも恩返は召喚された後のことしか記憶できませんよね。だからこの子も。ふん、話のわかるやつがいたな。同じことをあの緑の仏頂面にも聞かれたけど、北楽の原よりも前のことは一切記憶にないんだ。多分こいつの体の中でずっと眠ってたからな。眠ってる間のことは分からなくても仕方ないだろ。眠ってた？あんないろんなことが起きて、あんないっぱい戦ってたのに何も聞こえてなかったの？それもあんな長い間？ぐっすり寝すぎだろ。うんうん、プライバシーは重要だもんな。わかるわかる。安心しろよ、お前の体の中は妙に心地いいんだ。中に入ったら一瞬で眠くなって何も聞こえなくなる。厄介なのはいつ目が覚めて外に出れるのかわからないことだな。それに外に出てもすぐ腹が減って眠くなって、それでまた中に戻っちゃう。やっぱり腹が減ってるのが全ての原因だ。以前急に現れてすぐ消えたのはそれが原因だったのですね。確かに恩外はデバイスのエネルギーが不足していると力を発揮できないことがあります。そっか、いろいろと普通の恩外と違うのかもって思ったけど、結局ほとんど一緒なんだね。となると名前もまだないってことだよな。みんながちびっこちびっこって呼んでたから、てっきりそれが名前かと思ったよ。名前？何それ？そのものの呼び方、つまりあなたをどう呼ぶかということですね。恩返の場合、その特徴や能力をもとに名付けられます。我の名前全然覚えてない。我、名前がない？ダメだ、それは他のやつにはあるのに我だけないのは嫌だ。何がちびっこだ、適当すぎる。お前が言うような特徴も威厳もないじゃないか。そうだ、名前をつけてくれ。代わりに食べ物を分けて。まあ、もうなかった。さあ、今度うまいものがあれば取っといてやるから、とにかく我に名前をつけてくれないか。名前を？今？そう、今だ。だってお前がシカで、お前はヤンヤンだろ。あとお前は、変な名前。
あれ確か記憶喪失なんだっけ。じゃあこれは名前がないのは不便ですし、何より新しい名前は新しい人生を歩み始めた証となります。そうそう、お前まとめるのうまいな。お前らは全員名前がある。我もちゃんとした名前が欲しいんだ。もちろんもっと覇気があって特別ですごく強い感じの名前でも全然いいんだぞ。一度つけられたら一生使う名前なんだぞ。適当につけて後から後悔しても遅いんだ。それもそうか。強くて覇気がある、スーパースペシャルダイナミック音階。絶対嫌だ。なんだその安直なネーミングセンスは。ちびっこと変わんないじゃん。はあ、スーパースペシャルって変身の時とかのお決まり文句じゃん。じゃあ耳がなんか変で飛べるから空飛ぶヒーロー、空飛ぶ戦士、空飛ぶ義足。やだやだやだ、お前は何言ってるんだよ。我が求めてるのはな、こうってなんだよ。私は翼の英雄って呼ばれてすごく嬉しいよ。覇気だってあるし。そうか、とにかく我の名前としては不十分だ。漂白者がきっといい名前をって、なんか適当すぎない？まさかお前も何も考えてくれないのか。短いし覚えやすいし、あんなスーパーなんとかよりは全然いい。ただあんまり特別感と覇気がないけど。ずっと黙ってるけど気に入らないのだろうか。短いし覚えやすいしユーモアもある。こんないい名前はそうそうない。アブラクサス。え、なんだってラとかクとか呪文？あぶ、まあ言いづらい。でも我の名前はこんな感じかなって。うん、決めた。アブはいい。アブに決めた。せっかく漂白者がつけてくれた新しい名前だからな。まだちょっと慣れないけど。とにかく今から我はアブだ。今度ちびっこなんて言ったら容赦しねえからな。わかったわかった。最初はちび、アブの出自をたどって手がかりを探そうって思ったけど、これって結局名前をつけただけだよね。本当に何の手がかりもないの？でももしアブの出自が分かれば何かのヒントになるかもしれないよね。レイン様と妻子を待たなくても漂白者のことをもっと分かるかも。でしたらアブの能力について調べてみませんか？
アブは特別な力を持っています。それも霊識に抗えるようなとても強力な力です。なのでその能力と現存のデータを対比すればアブのこともわかるはずです。なんであんたはそこで疑うんだよ。現場にいたんじゃないの？じゃあアブの力見せてくれる？正直私も興味津々なんだ。何か大発見になるかも。ははしょうがないな、見せてやろうじゃないか。でもここは屋内でやりづらい、少し移動しないか？見るがよい。なんでこれはなしだ。これは調子が悪いだけだ。これはたまたまで、できないわけじゃないぞ。前は漂白者の前に我は立ってただけ、名式だっけ。あれは勝手に倒れたんだ。つまり何もしてないってこと？そんな言い方ないだろう。言っただろう、我はずっと眠ってて何も知らないって。あの時は急に強くてうまそうな周波数の匂いがして、それがどんどん近づいてきて、だから特に何かしようとしたわけじゃないんだ。ただ外に出てこうバーンって防いで。ということはアブの能力は自分の意思で発動することができない、あるいは何かしら条件が必要ということですか？もしかしてまだうまく扱うことができないとか？一理あるな。漂白者の大概にとどまることもろくにできないし。おいそこまで言わなくたって、我はただ本調子じゃなかっただけだ。適当に防いだだけであんななんだぞ。本気で戦ったら天変地異が起きちゃうんだぞ。だからこれから危ないって感じた時はおとなしく我の後ろに下がるといい。やる時はちゃんとやるからな。律儀だね。もちろんだ、我はとても強いからな。こいつを守らなきゃダメなんだ。これでまた振り出しに戻りましたね。そうなると残る手がかりは、あなたとアブの関係は謎に満ちています。ですがあなたが記憶を取り戻した暁にはおのずとその答えも明らかになるはずです。最初は未来を見通す力を持っている。あなたがレイン様の言葉と最初の予言を聞いて北楽の原へ向かったように、すべてはその予言通りに動いています。そして名式が起こした危機が去った今、もう一度レイン様と最初に出会うことができれば、あなたが追い求めるすべても明らかになるでしょう。心配しない心配しない、最初ってやつと会って記憶を取り戻すってだけだ。我が一緒にいれば問題ない。しかし未来を見通すか、随分と強そうに聞こえるな。そいつ名前もいい、我に劣らない覇気を感じる。
どんなやつなんだ？どこで会える？会いに行くなら客人としてか？だったら何かご馳走があればいいんだけど。祭主は私たちを守ってくれる存在。強くて当然だよ。しかし、また食べ物の話か。さっきまであんなに食べてたのに。お前の胃袋は底なしか。仕方ないだろ。お腹空いちゃうんだから。あう。うめえ。おいおい、何ぼーっとしてんだよ。うまいもんがこんなに並んでるんだぞ。もしかして食欲ないのか？食べないなら我が全部食べちゃうぞ。なあ、一日中こんな調子でいるつもりか？まさか、まだあの変な夢引きずってるんじゃないだろうな。確か、最初の夢？それも、彫像のとこで思い出したのと同じやつ。そうそう、祭主がビューって飛んできて竜の形をした山に連れて行ってくれたんだよな。そこには残像がいっぱいいた。でも襲われる前に祭主がコーチンを守ってくれた。やり方は確か、なんだっけ、あそこの時間を外とは違うように変えた。そう、山全体の時間の流れがすごく遅くなり、残像が入ってこれなくなった。つまり時間を歪ませ、区域内外に時間の差を作り出して結界を敷き、居住地と残像を分断することで中にいる人々を脅威から守った。けどなぜか夢の中の自分は結界の影響を受けなかった。お前は我の友達だぞ。特別な力の一つや二つあってもおかしくない。夢に出てきた山の名前なんだっけ。思い出せないな。上昇山。多分最初にそう言っていた。上昇さん、聞いたことないな。お姉さん、上昇さんを知らないのかい？さては外からの人か。なんだなんだ、上昇さんを知ってるのか？何？恩外が喋った。喋る恩外は確かに稀だが、そこまで怖がる必要はないだろう。確か外国のどこかですごい恩外がたくさんいると聞いたことがある。お姉さんは外の人間なら知らないのも無理はない。伝説によると、かの上昇さんこそ本州で最も古い場所。山の形は最初の核の姿そっくりなんだ。しかし俺は生まれてこの方、そこにたどり着いた者の話を聞いたことがない。山へ行こうとした者は皆皆無に迷ったのか、二度と帰らなかったそうだ。興味があるなら南東へ向かうといい。延長の沼の東の海からだと上昇さんがよく見えるからな。南東か。ここ数日、特に今朝、南東の方角から妙な匂いがしたんだ。とんでもなく強い周波数エナジーの匂い。
正直我にもよくわかんないけど、とにかく不自然な匂いだった。お前の言った時間が遅くなるってのと何か関係あるかもな。お前そこに行くつもりなのか。記憶の中で私は採取と会った。その場所は上昇山かもしれない。今この瞬間も何かを探さないといけないような気がする。まるで得体の知れない力に導かれているかのように。そういえば変定で今氏は採取を探し出すと言っていた。それと情報を教えてくれるとも。でも今のところ変定からの知らせは何もない。じゃあまずはそこに行ってみるか。何か裏がありそうだけど。漂白者、どうしましたか。レイン様は上昇山に向かわれました。現在は不在です。レイン様とはここ数日連絡が途絶えています。はい。ですが今週は明式との戦いから立ち直ろうとしている最中、このことは口外無用でお願いいたします。以前スカーを審問した際、彼は採取を監禁したのはフラクトシデスだと言いました。実はその時レイン様は採取とのつながりを失っていたのです。本当に採取がそのような状況に置かれている、あるいはその情報が悪意を持つ何者かに渡る、これは明識にも匹敵する危機となり得ます。そこでレイン様は採取の安否を確認すべく、採取が最後に姿を現した場所上昇山へと向かわれたというわけです。それがレイン様はお一人で向かわれました。明識の復活に際した今週のため、そして採取のためを思い、お一人で。レイン様に信頼されたあなた様であれば止めることなどいたしません。それでも上昇山への道は危険を極めます。おそらく案内人の同行が必要となるでしょう。今は延長の沼近くの渡し場にいるはずです。後で私が話を通しておきましょう。まずそちらに行ってみてはいかがでしょうか。あの方なら私より上昇さんをよく知っているはずです。レイン様の決断を信じています。だから私はただ与えられた命に従えばいい。でもこの不安は消えません。最後に聞いたレイン様のお声、明らかに弱っておいででした。どんなに取り繕おうと私にはそれぐらいすぐわかります。レイン様、どうか拳で。あなた様もどうかお気をつけください。渡し場の位置はデバイスに転送しました。レイン様をどうかよろしくお願いします。あ、そういえばあの妙な匂い結構うまそうだけど、あんまり食えそうなものじゃないって感じだな。腹は減ってないけど眠いんだよ。なんか食べた後って眠くなるだろ。キャップ。
まあ危なくなったら我は目が覚めるんだ。お前を傷つけるやつがいないなら我はずっと眠って雨にお困りかな？それは奇遇。わらわも人を待っているだけだから。ね、漂白者。ええ、案内人の調理よ。雨が止むまで少し話をしようか。漂白者、あなたは上昇さんについてどれくらい知ってる？こんな話聞いたことあるかな？昔々、山に入った木こりが道中で豪を打つ者たちと出会い、彼らの盤面の行方に見とれてしまいました。しばらくして我に帰った木こりが急いで山を降りると、なんと見慣れた景色が様変わりしていたのです。つまりその山は秘境、時間の流れが他と違う。山で半日でも過ごせば外の時間は100年ぐらい過ぎているだろうね。で、上昇さんもその類の秘境というわけ。でも伝説と違うところもある。それは上昇さんに入る者に課される代価。山で一日を過ごすたび外での寿命が10日分失われるの。それに今の上昇さんは伝説とか関係なく複雑だしね。歳月人を待たずと言うけれど、上昇さんでの歳月を司っているのは歳首。一瞬も晩年も全てはその手中にある。もし本当に採取がフラクトシデスに監禁され能力の制御を失っていれば、今の上昇さんは時間の乱れが生じ死の吹きだまりとなっているだろう。時間はあくまでも寿命の単位。客人が赴くのなら案内人がお供するのも至極当然のこと。今世はそこにとどまりすぎた。傘下の目はごまかせないってわけね。上昇さんに行く前、今世の体に竜鱗が現れ共鳴能力が弱まっていた。それは採取の異常を物語っている。わらわがこうして案内人の席を全うしているのはそのため、そしてあなたをここへと導くため。この前傘下に指示を出しておいた。変定で今世の行き先を聞かれたら素直に答えるようにって。
わらわの知る限り、祭主はあなたと深い関係を持っている。それにフラクトシデスが目をつけているのはあなただけ。この前のあいつらの言動、あれはあなたの決断を揺るがすためのものだった。つまりあなたの介入はフラクトシデスに大きな影響を与える。とりわけ今回はね。高蘭類書に祭主が降臨した後に上昇山に入り、数日後平然と山を降りた人物の記載がある。またその人は祭主の隣に並んだとも記されている。そして今その人物とよく似た人がこうして目の前に立っている。もしかしても何も、今はわらわとあなたしかいないでしょ。この答えを見つけるためにずいぶん苦労したよ。漂白者、今回は危険な旅となる。一度足を踏み入れれば簡単に身を引くこともできない。覚悟はできてる？案内人、そして舵取りとしてわらわも共に参ろう。こたびの打ち手はあなたにしか務まらない。雨足が弱まってきたね。漂白者、出発するとしようか。これじゃあ先に行けないね。形と模様を見るに食帝が作った何かね。もしかして素粒器？採取の能力を模して作られた装置よ。
これを使うと一定範囲内の時間が過去へと遡る。師匠から聞いた話によると、食帝の人たちは異常な時間の流れに浸水し、自らの命を犠牲にしてこの山に入った。で、その狂気の結晶がこれってわけ。上昇山以外でこの手の装置を見たことがない。でもここは結界の外側なら、これを作った人は寿命の代価を相応に支払っているはず。仮にその人が命を落としていたとしよう。研究熱心な職帝が装置をここだけに留めておくなんてことあるのかしら。それとも上昇山から離れると素粒子自体が機能しなくなる。この装置、古びているけど表面は埃一つないほど綺麗。きっと誰かに使われたばっかりね。ではここは一つ試してみようか。洞窟の入り口が塞がれてる。これは遮断光膜。これも食帝お手製のものね。これを解くには特別な方法が必要。じゃあ、わらわの指示通りに頼むよ。やっぱり影響は受けない。うん、本来は外より遅いだけだった。外に出なければ影響は一切ないほどのね。しかし、今ここを満たすのは制御の効かない時間の乱れ。穏やかだった流れは激流へと変貌した。あるところでは時が高速で過ぎ去り、反対にあるところでは逆行する。完全に止まってしまった場所だってある。今の上昇山から出るのはあまりに危険。寿命への影響が全く予想できないからね。外に出たら老人になっちゃったぐらいなら全然マシだと思う。きっと外に出た瞬間骨になるというのがオチだろうね。それこそ流れの影響を一切受けない人でない限り。何よりも不幸なのは、巻き込まれた罪のない生き物たちか。狂った時間により突如与えられたその苦しみ、とてもわらわの想像できるものではない。だが予感は確かに的中した。妻子はフラクトシデスによって監禁され、能力の制御を失っている。ずいぶんと嫌な予感が当たっちゃったもんだ。デバイスも動かない。これじゃ今氏に連絡も無理ね。ま、こんな状況なら当然か。今氏だけでなく、上昇山の住民たちも危険にさらされている。脅迫者、急いで高賃へ向かうわよ。あそこは
上昇山の中心で居住地。妻子を探しに来た今子も必ず通っているはずだからね。漂白者、どうした？コーチンを？それは上昇さんに間違いないね。となるとその夢は高蘭類書の記述とほとんど合致するね。100年前残像が光竜に侵攻した時、コーチンもまた戦場となり壊滅寸前のところまで追いやられた。でも妻子が天より舞い降り、時間を操る力で残像を退治した。コーチンはこうして守られたという。漂白者、その夢は単なる夢じゃない。それはかつての記憶、そして導きだ。コーチンは上昇山の中心、わらわたちを探しているのだったら確かに効率的ね。そう、でも網であれば目もあるはず。共鳴能力を使った形跡、フラクトシデスのではないな。今しか。どうやらやけに差し迫った状況だったみたい。これはコーチンの人とも何か関係ありそうね。あとはこの先に続いている。これをたどろう漂白者、くれぐれも用心は怠らないように。フラクトシデスのメンバーが反撃を受けてる。これはあの子がやったものね。この調子で能力を使っていたら身を削る消耗は避けられない。でもあの子にだってそれぐらいはわかるはず。ならコーチンの人を避難させたということ。お前たち何者だ？待ちなさい。シーン様、この方はコーチンの客人です。今週の霊院に続き変帝の策士、ここも闘争の火中に放り込まれたというわけですね。調理、お久しぶりです。神医様、変帝での任を辞した後隠居されたと聞いていましたが、お互い望まぬ形での再会となってしまいましたね。ええ、私もコーチンの外と関わりを絶って久しいですが、こうも次々と異変が降りかかればそうも言っていられません。こちらの方は？そうですか。私のことは真意と呼んでくれて構いません。では二人とも一緒に来てください。あなたたちが探しに来たお方ですが、つい先ほどここを立たれました。今頃光天石に到着したところでしょう。
外の人が食帝遺跡と呼ぶ場所のことです。神医様、詳しくお話しいただけますか？それは大丈夫。他の者は、逃げ遅れた者はいませんか？生存者の退避はすでに完了しています。よかった。そのまま身の安全を守ってください。最初の共鳴者である世が核の存在を感じられなくなりました。世の共鳴能力も弱まってきています。おそらく最初も危険な状態に。神様、乱れが発生する前に最初の居場所を教えてください。世の力で時間を安定させられる範囲はごくわずか。これが世の限界。この災難を真に解決できるのは採取だけです。乱れが暴走するとき、採取が休眠する場所、流民邸に向かったのを目撃しました。フラクトシデスに囚われたのもおそらくその時でしょう。しかし相手は採取の機関によって発動する防御装置の存在を知らなかったようです。装置の作動に気づいた我々は、なんとかフラクトシデスの一部を倒すことができました。ですが、この状態の流民邸を再び解放するには、光天石で封鎖を解除する神格を手に入れ、密室の制御装置で使用する必要があります。わかりました。でしたら世はすぐに光天石へ向かいます。その体では無茶です。ここは私に任せてください。世が離れればフラクトシデスが襲ってくるかもしれません。ここに残るものが必要です。皆を頼みます。わかりました。あなたの命であれば従いましょう。ここへ来る前に聞いた、いずれ戦う運命にあるという予言。きっとこの一戦は今週の行く末を決めるもの。フラクトシデスの空ごとをやすやすと信じるつもりはないが、採取よりも強い存在となった時、今週の未来をつかむことができるとの予言もある。このことについてもっと詳しく聞かなければ。このようなことがありました。まだわからないことがあります。フラクトシデスが採取を監禁した方法です。食帝は
流民邸の増築に携わったと聞いています。彼らの研究、何か関係しているのでは。その件については私が調査しておきます。ですが、その方法が何であれ、入眠邸が解放されればフラクトシデスも動き始めるでしょう。それはかえって好都合です。わらわは漂白者と共に後天石へ赴き、レイン様を探しましょう。我々が派手に動けば向こうも本腰を入れてくるはず。そこを狙い、一網打尽にするのですね。わかりました。密室横の通行を許可します。後天石へ向かうのなら、そこを出て南へ行ってください。心得ています、神医様。上昇さんから始まった運命に、ここに戻った霊院、やはり。ここが真意の言ってた後天石。ええ、おそらくこれも素竜器ね。使い方は最高浜にあったものと同じはず。入り口は崖の上ね。でも封鎖されているみたい。中に入るには遠距離攻撃で3つの最高城を破壊する必要があるね。いや、食堤の人間はどうしてこれほどの仕掛けを作れたのか気になってね。これはわらわたち凡人の理解の域を超えている。少なくとも今までのどんな文明にだって時間の制御を成し遂げたという記録はなかった。となると残る可能性は、採取が自ら知識を授けたということぐらい。でも採取がわざわざそんなことをするのはなぜ。後天石に入ったらいっそ注意して、思わぬところに手がかりがあるかもしれない。石の門に星のような輝き、妖門か。ええ、ちょっとややこしそうにも見えるけど、根気よく向き合えば大したことはない。妖門に星が浮かんでいるでしょ。星にはそれぞれ対応する溶岩が存在している。さっき解除した仕掛けもこのうちの一つだったみたいね。つまりあと二つの溶岩の所在を突き止めればこの門は開く。これはこの血と鱗、根子の怪我というより、これはオーバークロックの前兆。どうやら残された時間はあまりないようね。まさか採取にそんなことがあったなんて。上昇山に着いた頃にはもう重傷だったのだろうね。時の秘宝一つ消え去り、祭司はこの傷により時の流れを正す力を失った。そして行体と逆行の力が残された。つまり祭司はその力で高賃の人たちを守ったから上昇山がこんな状態になったということ。そうね。でも採取の傷は徐々に悪化しているらしい。もし採取が死ぬなんてことがあれば、時間の流れは完全に暴走し、やがて昆虫を飲み込んでしまう。フラクトシデスの所業もただその到来を加速させただけということか。ない、少なくとも記録にはそう残っている。できるのは流民邸で眠ることだけ。それでもせいぜい進行を遅らせるだけで根本的な解決には至らない。
そこで採取と時間の流れの影響を受けない偉人はある策を考えた。採取がなくした力を共鳴を用いて再現する。素粒器はそのための試作品、つまり人造の共鳴物。残念なことに素粒器の作用範囲はあまりに小さく、採取の力には及ばなかった。そこへ至ったのなら答えは目前ね。残りの溶岩は2箇所、今は根子に追いつくのが先決よ。そういうことか。まず素粒器は確かに人造共鳴物だった。強い共鳴の力を与えることで素粒器はその力と共鳴し、同じ共鳴効果を発生させることができる。そしてそのことはわらわが最高波まで抱いた疑問の答えになる。素粒器の時間逆行機能は採取との共鳴により実現された。そうとも言えない、条件があるからね。素粒器は採取と上昇散の時間の流れがない場所じゃ使えない。それと発生させられる力にも限度がある。記録によると素粒器の出力を上げるため食帝の人間は二次共鳴仮説を提唱した。それは共鳴の力を衝突させることで二次共鳴が起きるというもの。根子がさらなる力を、時の秘宝を得るための二次共鳴、時間の流れを正す完全なる力。ほとんどの実験では素粒器が採取の力を受けきれず粉々になって終わった。一度だけある素粒器が流れを正す力を発生させ、その後すぐ砕けた。この結果は二次共鳴が力を増長させる効果を持つと証明した。その唯一の成功例を分析した結果分かったのが、力を発生させた際装置は過負荷状態にあったということ。そしてその状態は共鳴者のオーバークロックと酷似していたということ。限度以上の力を行使しようとする行為のことよ。このオーバークロックこそが二次共鳴の前提だとその研究者は考えていた。ええ、身に余る力を振るえばその身に破滅を呼ぶ。あと他にも一つ気になる記述があった。素粒器は勝手に動いてくれない。採取と力を衝突させるには人の操縦が必要となる。そして採取も誰かの言うことに従った。ある実験において素粒器が過負荷で自壊する直前に採取に指示を出した者がいるらしい。その実験というのが、採取が力の一部を素粒器に譲渡した例外の実験。どう、漂白者、答えは出た？どうして？大丈夫。漂白者の体は特別で、時間の乱れの影響を受けない。要は、しかし、先生。万丈へ赴いたのはわらわの決断。死として神としてただ席を全うしただけ。それに漂白者という援軍をここまでたどり着かせるためには必要なことだった。彼女はこの地と深い因縁を持つ人。この局面を打開するには
二人の力が必要となる。しかし漂白者からはすでに多大な助力をいただいているのに。ありがとう、本当にありがとうございます。漂白者、一緒に祭司のもとへ行きましょう。そこにあなたの欲しい答えがきっとあるはずです。今は急を要する。手短に話そうか。今世後天石で何を知った？食帝の記録から祭司は初めての降臨で治らぬ傷を負ったと知りました。そして年月が過ぎた今、制御下にあった時間の流れがだんだんと不安定になり、やがて今週の脅威になろうとしています。その問題を解決できるのは祭司の共鳴者のみ。傷で欠けた時の秘宝を取り戻せば全てを救える。その方法は戦いで共鳴力を衝突させること。そして二次共鳴の瞬間に祭司の共鳴者が限界以上の力を行使して流れを正し、時間の代償を全て消す。たとえ流れを正せるとしても、時間の代償を消せるとしても、あなたが失うものは変わらない。分かっています。世は祭司の思いも苦痛も何一つ理解できていませんでした。現在に至るまでの祭司の決断と提言は全て未来を見通すものです。時間の流れが暴走した今回の事件も、高賃の民を守るためのやむを得ない策でした。もし祭司が当時結界を設けなければ、今の今週は荒涼とした大地になり果てていたはずです。それでどうするつもり？祭司が治らぬ病を患っている以上、時間の乱れはどのように拡散し変化するのかは誰にも予測できない。でもそうなれば、上昇さんのこの現状が今週の未来の姿となる。要はその時は予言の欠けた部分を世が補ってみせましょう。これが上昇さんと今週を救い、そして祭司を助ける唯一の方法ですから。それが招く結果を知っていても、戦って祭司との二次共鳴を果たすことはオーバークロックに陥ると同義。そうなれば意識の喪失、最悪の場合存在すら消えてしまう。あなたは無残に歪められ引き裂かれた素粒子と同じ末路をたどるかもしれない。本当にその時が来たとして、あなたにできるの？あなたが無理をする姿をわらわは何度も見てきた。今のあなたはこれまでと同じ、ただ自ら死地へと向かっているだけ。じゃあ先生は？世はただ先生が歩んだ道をたどっただけ。その道には夢を叶えるために命を惜しむ理由などありませんでした。いつわらわがそんなことを教えた？確かに死は人の定め、しかし生きる人にしかできないことがある。生きろ、そして祭司の力を手にするんだ。そうすればあなたが望む救済は叶えられ、未来まで続く。先生、
要は今子、あなたが諦めの悪い子だってよく知っているからね。だから漂白者を連れてきた。あなたもうすうす気づいていたかもしれないけど、彼女こそ妻子と共に戦い今週に貢献した英雄で、上昇山を降りた偉人。今までの証拠がそれを物語っている。あなたの他にもこの局を破れる者はいる。それが漂白者。先生の教え、肝に銘します。最後に一つ、フラクト氏ですが、妻子を監禁した方法は我々にもわからない。妻子との謁見が叶うかどうかはそれにかかっている。ここで出せる結論は全て推測の域を出ない。あとはこの件を調べている真意様に任せよう。探している神格は入り口付近の石門の後ろにあるはず。最後の仕掛けを解除しに行こう。漂白者、神格はあなたに預けよう。この先はあなたと今子だけで行って。忘れたの？わらわは案内人。船を漕ぎ山に入り、あなたを今子のもとへ送り届け、そしてあなたと今子に妻子との対面を果たしてもらう。この局面を作ることがわらわのしてやれるすべて。案内は干渉ではない。どんな結末が訪れようとも、それはあなたの決めること。あとフラクトシデスの下っ端がしつこいでしょ。道をきれいに保つのも仕事というわけよ。その通り、あなたこそフラクトシデスの真の狙い。どこで何をしていても奴らの監視から逃れることはできない。とにかく今の上昇山にはあなたが必要だ。ならばわらわもこの晩のふさわしい場所へと赴こう。あら、行ったそばから。挨拶としては少し失礼だよね。ここは一つ教えてやろう、交流の礼節を。
流民邸は開かれました。ですがここを立つ前に大事な話があります。はい、調理の予想通りフラクトシデスは食堤の研究を利用し祭祀を休眠地に閉じ込めたようです。素粒器を用いたのです。捕虜を問い詰めた結果フラクトシデスが手先を上昇山に送り込んでいたことが判明しました。その目的はすでに起動した素粒器を流民邸に設置する機会を得るため、それと上昇山に戻ってくる祭祀と接触するため。もちろん奴らごときに祭祀は倒せません。ですが少しでも祭祀が力を使えばその共鳴能力は素粒器とぶつかり合い逆に自身を傷つけてしまいます。奴らに改造された素粒器であれば話は別。大量の素粒器から放たれた限界以上の一撃によって祭祀は傷を負いました。もちろん祭祀を苦しめたのはこれだけではありません。奴らは素粒器と羊毛を用いて流民邸の中に祭祀の回復を阻害する力場を形成させたのです。その力場のせいで祭祀はだんだんと力を失い、ついにあらゆる行動が制限されるようになってしまいました。つまりまず力場の影響を除き他にも問題はあります。高鎮の民は祭祀と日々を共にしてきました。だから祭祀の状態を多少なりとも感じることができます。そんな祭祀に手を出した奴らの計画が上昇山だけにとどまるとは考えにくい。二人がここへ来たのも何か訳があってのことではないのですか。高鎮の民のため全てを教えてください。はい、全てを伝えましょう。祭祀はもともとひどい傷を負っていた。そこをフラクトシデスは狙ったのですね。それにあなたがそんなことまで考えていたとは。確かに祭祀は人知を超えた存在です。でもあなたを上昇山から変天に送った理由は私を含め誰もが理解できませんでした。今考えてみればあなたを継承者として選んだのはいずれ時の秘宝を修復し今州を存続させるためだったからなのでしょう。ただ私は予想外でした。あなたがその予言を受け入れるなんて。祭祀と初めて対面したのも確か上昇山ですね。あの頃の世は幼くて何も覚えていませんけれど、こうして上昇山に帰ってみれば目に映る全てが懐かしく感じます。灰がかぶった記憶が一瞬で呼び覚まされたような気分です。神様、世は生まれた時から祭祀と命を共にしました。しかし世の決断は祭祀共鳴者として下したのではありません。それは死の願い、
あの時の上昇山の雪で心を踊った私の心からの願いです。上昇山に産み落とされた小さな種があちこちへと流され、ようやく最初の場所に着いた。芽生えの時が来たのです。忘れないでください。あなたがどのような選択をし、どのような結末を迎えようとも、私もコーチンの民もあなたの味方です。確かにこの上昇山には変化がなさすぎました。立ち込める霧を払うには天をも貫く雷が必要なのかもしれません。ここが流民って、まずは妖紋による拘束を解除しないと。近くの素流器が水を止めた、もしくは時間の乱れによる異常。どちらにせよこれで水面の上を歩けそうですね。ここからだと遠すぎて見えません。漂白者、向こうへ行きましょう。次の一手を決めるにはもっと情報が必要です。妻子がここにいるのは確かですが、返事は聞こえませんね。その昔、残像の潮が湧き、上昇山周辺も危機に追いやられた。残像から逃げるため赤ん坊を連れ防屋に隠れる母親がいた。しかし残像が追いつき、身を挺して子を守った母親は命を落とす。そして子も大きな鳴き声を上げ後を追うように息を引き取った。だが奇妙なことに、この意志は共鳴を乗せ遥か遠くの妻子へと届く。妻子はその声を頼りに赴き、神力を振るい蛇を払った。しかしすでに遅かった。その夜、上昇山に流銀がとどろき、山頂が虚空に覆われた。そこには雷電を携え死した子を連れ帰る妻子の姿。瞬く間に霧が晴れ、流星が天より落ちた。妻子は上昇山にある時間の流れの力を借り、7日7番を経て子をよみがえらせた。その後、そのよみがえった子こそが妻子の共鳴者であり、いずれ今週霊院となるものと言われた。
世のことに違いありません。物心ついて以来、世はずっと今州にいました。この話は一応耳に入ったこともありますが、世にとって祭主はただの神様ではありません。世を生かし育てた恩人でもあるのです。ここまでの道で世も少し考えました。もし予言が本当に祭主によるものならば、なぜいずれ相対する者を助けたのかと。でも今ならわかります。世は祭主の共鳴者、天地を逆転させるほどの力はなくても、祭主の失われた時の秘宝を宿す身です。もしこの今週も上昇さんのように狂った時間の流れに飲み込まれたら、世は今週を救うことのできる唯一の存在となってしまいます。ただ予言にある世と祭主の戦いは遠い未来に起こるはずでした。きっと祭主は待っているのです、すべてが噛み合う瞬間を。だからすべてを世に隠してきた。しかし今が祭主が待っている瞬間でなくても、世の体はこのような状態でも祭主のもとへ行き、真実を問いただして避けられない戦いを果たす。使命を放棄しろというのですか？それは考えたことがありませんでした。正直葛藤することはありました。ここまで来られたのは世一人の力だけではありません。調理先生と真意様とあなたと今週にいる皆、皆から大きな力をもらいました。世の蘇生も他から見ればただの哀れみですが、それでも世にとっては温かくて大事な出来事です。今週は世の故郷、大事な全てがそこにはある。たとえ霊院で亡くなってもそれを見殺しにすることなどできません。世は大丈夫です。時間の乱れに巻き込まれたものと比べたらこれくらい大したことありません。いずれにせよ祭主との対面は避けられません。世の力は祭主と同源、どちらかを救うにはどちらも救う必要があります。戦いは避けられません。世が戦わなければ今州が滅んでしまいます。世が戦えば祭主と共に今州も助けられる。代償はこの身一つだけ。それで皆を守れるのなら喜んで差し出しましょう。もちろんこれは最悪の場合です。世は死に急いでいるわけではなく、ただ可能性を勝ち取るために全力を尽くしているだけ。だからまだ悲観する時ではないと思いますよ。信じていただきありがとうございます。思えば今週にあなたが来てから様々な幸運に恵まれてきました。ありがとう、漂白者。
今回余とあなた二人が揃ったからこそ上昇さんの件が解決できると先生はおっしゃいました。妻子とあなたも縁が深いゆえに余の決断もあなたの指示が必要です。でも心配はいりません。余は運命に曲げられることなく自らの意志で飛び込むと決めました。この旅路をあなたと共にできて楽しかった。それと御者、今は漂白者と呼ぶべきか。いかなる理由であれ、あなたが現れたここは本州の未来を決める岐路。記憶を失った赤子は刃を手に取るか、夢見の眠りにつくのか。未来の種は今落ちようとしている。全てが終われば答えよう。今のあなたにできるのはただ見届けることだけ。はるばる上昇山へ来た今士よ、我を救う他にすべきことがあるのではないか。とんでもございません。今士はただすべてを教えていただくために参りました。今の上昇山は時間の乱れが頻発し、人々はひどく苦しめられています。ならば時間の流れとその傷の真実はもはや隠すべきではありません。汝の意志確かに受け取った。望んだ瞬間ではないが、今は動くより他ない。我は寿命を迎えようとしている。天地と共に生けるこの身に寿命などあるはずもないが、流民邸がなければこの命が今日を長らえることはできない。しかしこれもまた不確かな策である。故に我は死を一刻でも遅らせるため、流民邸を幾度となく起動させた。だがついに時が訪れようとしている。フラクトシデスに与えられた傷がもはや癒えることはない。
本州は交流の誓いから消えるだろう。我が上昇山へ落ち残像町を退けた日、時間の流れは死産を始め本州の破滅が定められた。もちろん我も天命に抗い均衡を保たんと力を尽くしてきたつもりだ。もし時間の流れが死産すればその制御は失われ暴走し、あげく本州を飲み込んでしまう。未来永劫乱れのうちに囚われ過去は未来、生は死へ転じ、喜びも憂いも消え去る。そしてこの地に生きる者に際限のない苦しみが降り注ぐ。しかしこれは我が引き起こしたことならば我が終わらせよう。この命を賭して本州の時を止める。さすれば沈黙が訪れようとも滅びは免れ、今週に未来は残される。それ以外の方法はないのですか？これが残された唯一の策だ。ではお断りさせていただきます。10年、100年、もし誰も今週を救う策を見つけられなかったら、いつか今週は皆の記憶から消えてしまう。そうなってしまったらこの地を思う人もいなくなるでしょう。今週の運命をそんな不確かな未来に託すべきではありません。我は未来を見通す。これは無尽なる水より導き出された答えである。それに異を唱えるというのなら策はあるのか？今上昇山を脅かす時間の流れは我の力によりかろうじて均衡が保たれている。その力が消えればこの地は煉獄へと生まれ変わろう。確か余とあなたは戦いを免れないと予言しましたね。そうとも。はじめはその予言を理解できずにいました。あなたと食帝の人間が行った実験を知るまでは共鳴し合う二つの力が二次共鳴を引き起こせば世が自分の限界を超え、あなたに代わり時の秘宝を使い全ての時間の流れを正すことができる。つまり
世はあなたと戦わなければならない。戯れを。我の力とぶつかり、少しでも制御から外れれば、たちまち魂なき死骸となる。その痛みも、今の汝を襲うそれの火ではない。時間の狭間の中で肉体と精神が引き裂かれる苦しみを永遠に味わうことになる。世はあなたと同じように死力を尽くして今週を守りたいのです。それこそが世の生を受けた理由だから。最後の機会をやろう。汝の選択の機会を。今のあなたにできることはない。だがそうでない時が訪れよう。我が時の秘宝を本師に譲渡する瞬間、彼女は生死の境をさまよう。その時あなたがいれば彼女を救えるやもしれない。だが少しでも気を誤れば本師に揺るがぬ終焉が降りかかる。私は一度死んだ身、あなたに救われたから今週の今をこの目で見届けてきました。だからその思いはあなただけのものではない。今週は世の生まれ育った故郷、それが危機に瀕した時世にできるのはこの命に変えても大事な全てを守り抜くこと。命を無意にする、その決断の重みを理解しているのか。あなたの考えはごもっともです。それでも世があなたの予言にのっとり、自ら戦いを挑んで二次共鳴を、時間の流れを正す大役を果たそうとしたら、あなたは答えてくれますか。我の秘宝を引き継ぐ、その自信はどこにある。汝は我の共鳴者ではあるが、我の力には遠く及ばない。戦いとならば無事で済む可能性など微塵もない。いいえ、可能性ならあります。魂が消えようと、永劫の深紅に囚われようと、たやすく死ぬつもりはありません。能力の引き継ぎは一瞬で行われる。ならば世の息がある限り、あなたの予言にない未来をつかみ取り、あなたと今週を守ることができるはずです。この世であなたと剣を交える役はあなたの共鳴者以外に務まりません。世こそがあなたが今週という番に打った最後の一手です。我と戦い、ボンヌのその身を捧げようというのか。覚悟はできています。いいだろう。婚礼婚詞上
匠さんの頂へと向かえ。その力をもって勝利をつかみ取ってみせよ。御者よ、こたびはいかなる選択をなすのか。潮の行き先は分からずとも、この一戦どうか見届けてくれ。祭りごとをなすのは徳を重んじる者、覚えましたか？はい。祭りごとも他と同じです。民のためになる者こそ徳となります。兵員の任につく者には名が与えられる。これからは君主と名乗るがいい。この世は汝の目にどう映る？暗くて明るい。この場所と同じです。でも目に入る全てが黒くても、ろうそくは光を放っている。火を灯すはたやすいことではない。はい。だからこそこの暗闇の中で一層明るく見えるのだと思います。は我の領域、そこで婚礼院の挑戦を待ち、本州の未来を決めるとしよう。漂白者、この門はあなたにしか開けられない。未来の鍵はあなたの手の中にある。この門が開けば、今週は運命の一戦に挑むことになる。最良の結果は、今週が力を身に宿し、時間の流れを正すこと。そうすれば、誰も犠牲にはならない。最悪の結末は、彼女が力を使いすぎてしまい、死んでしまうこと。でも、私が門を開けなければ、あなたは最後の力を使い、今週全体の時間を停止させる。その通り。さあ、あなたの選択を示す。漂白者。この時のため、長い間準備をしてきました。もう今週の風景が見れないのかもしれないと思うと寂しいですけどね。でも要はそのためにここへ来た。今週の人々が大好きな美しい景色のため、今日に至るまで今週の民は幾度となく血と涙を流し、光竜の安寧を守ってきました。その今週を待っているのは輝かしい未来であるべきです。だから世は今週として、今週の民として、婚礼院として、その未来を守ります。漂白者、始めましょう。
これでいいか。今週の味が濃くなったら、私のところに来な。どうですか？全部可愛いですよね。我が御社よ、その権限を持って時の秘宝を今世に渡すことを許可してほしい。交流の雲、これは身を捧げるか。残りのもあげたからね。その選択、確かに心得た。器であること確かに見させてもらった。約束通り今週の未来を何時に民に返そう。今週に大事ない、後で我が今週に送り届けよう。全てが落着した、今こそ約束を果たす時。聞きたいことあらば存分に聞くがよい。我は最終核、本州の導き手であり、本州の万事万物を司る者である。あなたは我の御者、つまり我の主。今週は我々がかつて設置した城、我はその文明の繁栄を守るようあなたから命を受けた。我の知識はあなたから与えられたもの。あなたが知らないのなら我の理解は及ばない。聞きたいことあらば存分に聞くがよい。園らを開く鍵はかつてのあなたが残したもの。あなたは歴史の一部として文明に介入し、選択と結末を見届けると言った。つまり時の秘宝の譲渡にもあなたの許可が必要。能力の譲渡も生死も我の一存では決められない。聞きたいことあらば存分に聞くがよい。今世が時の秘宝を身に宿した今、秘宝は完全なものとなり、乱れによる災禍はやがて消え去る。今世が名実ともに今週の主となったのだ。この先我にできることはほとんどない。
この結末も予測はしていた。だがここへ至ることが困難だということも知っていた。ナスには力と心の両方が不可欠だ。早く明言していようとも彼女を迷わせるだけ。それに今は予言の瞬間ではない。フラクトシデスの介入により大きくその木がそれてしまった。聞きたいことあらば存分に聞くがよい。上昇山から流れの川は去った。これより人の往来は再開するだろう。高地の住民には時間の代償が残された。幸い本師の力に守られたものであれば、上昇山から出ない限りその代償を自ら払うことはない。目下は一時しのぎになる。だがそれも一時の辛抱。千年前から変わらない上昇山に春雷が轟いている。やがて万物に神聖が訪れるだろう。高鎮も必ずや新たな一歩を踏み出し、あるべき日常を取り戻す。聞きたいことあらば存分に聞くがよ。その王魂、奇妙だ。な、何事？脅迫者、誰かにいじめられたのか？ほほう、さてはこのでっかいのだな。ここは我がちゃちゃっと。あ、なんか悪者っぽくないな。それにこの匂い、今週で嗅いだ不自然な匂いと似てる。なるほど、お前が最初か。こんにちは。てよか漂白者、なんで今まで起こさなかったのさ。いいとこ全部見逃しちゃったじゃんか。バレと似たような気配だが、まるで別物。バレにもわからない。しかしその温魂に宿ったということ自体はあなたの意志によるもの。御者よ、ブラックショアという場所に心当たりは？ブラックショアはあなたの今回の始まり。知りたいことがあればそこを尋ねるといい。案ずることはない。潮に身を預けよ。さすれば原点へとたどり着く。前回の続きから。上昇山の頂から放たれた光は雲を吹き飛ばし雪を溶かした。そこで天日に照らされるは、仙女のごとく佇む白き少女。指を振れば山も町もみるみるうちに様変わりする。その少女こそ死してまた蘇った今週の霊院様。天に春雷が鳴り、日差しが惜しみなく地に注ぐ。まさに
父に陥れて後行く。この一難なくして生まれ変わることなどなかっただろう。ええ、大丈夫よ。私たちの狙いは別にある。欲しい答えはもう見つけた。二次共鳴は採取の力と対抗できる。しかも人工共鳴は不可能じゃない。それに例の漂白者、はあ、美しい音符たち、うったりしてしまうわ。そう思わない？そろそろ時間よ。行きましょう。牢屋にいる誰かさんのためにもね。